どうもこんにちは、なーです。はい、というわけですね、自分ですね、ツイッターでよく忙しい忙しいなんて言ったりしてるんですけども、まあ、実際僕がね、どんな生活を送っているのかというものをね、ちょっと見ていただきたいなっていうのを思います。まあ今薬学部4年なんですけども、なかなか忙しいところがありましてね、どうして更新頻度を上げられないのかとかね、ちょっとここで見てもらいたいですね。やっぱり俺は学生第一で YouTube やってるから、まあそういう人のやつってさ、なかなかないと思うから、まあぜひね、どんな一日送ってるか見てみてください。というわけでね、じゃあ早速寝て明日に行きま、あ、もう今12時45分なんで、もう今日ですね。はい、じゃあね、これからの僕の今日の一日をね見てもらいたいと思います。はい、さて寝るか。あ、おはようございます。現在、7時ちょっと5分前ぐらいになっちゃったんですけど、今から15分ぐらいで支度してすぐ寝たいと思います。はい、というわけでね、準備完了いたしました。はい、今から学校に向かいたいと思います。だいたいドアトゥードアで1時間半ぐらいかかりますね。そして電車の中で俺はこういう気持ち悪い風にやってます。いいよ、ゆうき。かっこいいよ。さあ、行きましょう。おはようございます。朝から熱く語ってるね。え？朝から熱く語ってるね。今は、朝9時4分。はい。早いね。くそ、あっち。さ、遠いんだよ、学校までの距離が。あ、そうね。そう、歩いて何分？ 20 分ぐらいかかるべ、これ。12分。そんな絶対嘘やからね。そう絶対嘘、マジ。イエーイ、大学到着だ。見て、この新緑あふれる木漏れ日。何言ってんだ。ほらジャパリパークだよ。ほら行きな。帰りな、ジャパリパークに。まあそんなわけなんですけども、はい、こんなところで一人で撮影してるなんて本当に変態だよ、マジで。一人じゃないけど、じゃあとりあえずちょっと性教育。ああ、性教育。とりあえず性教育をしよう。ああ、性教育を。とりあえず性教育をしよう。ああ、分かった。はい、というわけで、キャンパス内に入ってまいりました。豆乳買いましょう。あのね、本がめっちゃ売ってんだよ。見て、気持ち悪いでしょ、ほら。これが薬学部。キモいわ、本当に。ザ・キモ。ナビゲート。お前の未来を支持してやろう。あれ？放射受けてんの？へー、残念だったな。放射を頑張れ。じゃあ研究室行きますか。行きましょう。うん。というわけで今日も元気に研究していきましょう。おはようございます。よいしょ。おはようございます。実験しようと思ったんですけど、時間がないので勉強します。で、人間行って実習行って、その後実験したいと思います。今そろそろ実験が終わりそうなので研究室を出て、これから人間の講義に行きたいと思います。左目がどんどん腫れてくるのよ。え、やば、物もらいじゃん。なになに、喧嘩したの？してないわ。ここだけピンポイントで殴られすぎでしょ。はい、というわけで授業が終わって飯を食いに行きました。まあいつも大体俺、拓者と一緒に行動してますよ。行動ですね、確かに。今日拓者ないんですよ、今日は。お母さんの愛妻おにぎり弁当がないから。愛妻ないおにぎり。ないから。バナナはあるの、バナナ。これで、ね、これはみんなあるでしょ。俺のは着脱可能だから。やばっ。はい、というわけでね、今、実習が終わったんですけど、これから物価のゼミがあるんですけど、みんなが頑張ってます。じゃあ、ともひろくん、今から問題ですから。プロトンのゼーマン分裂においてエネルギーの低い状態、アルファ状態、高い状態をベータ状態とするとき、アルファ状態のプロトン数を NA と、ベータ状態のプロトン数を NB。強い測定を効率よく行うためには理論上何を変化すればいいか、まあ、こんな問題ですけど、こんなんね、こういうこれやるじゃん、秒ですよ、これがこれだと。というわけで、まあ
これから研究室にいて、まあ帰りまですっ飛ばしましょう。はい、というわけでね、今やっとゼミが終わりまして、時間が9時ちょいぐらいですね、なりました。今からね帰って、そして飯食って、まあちょいちょいね編集したいと思います。ちょいちょいね、はい、はい、というわけでね、やっと帰ってまいりました。今11時20分ですね。やっぱちょっと接続とか悪いとこんな時間になっちゃいますね。もうもうちょいいつも早いんだけどね。まあこれぐらい、だいたいこれぐらいかなって感じです。今からご飯食べて、で、まあ動画見ながらね、ご飯食べて、で、この後、またね、俺の一日はまだまだ終わりません。そして、編集します。やっぱみんなね、待ってくれてると、やっぱ一人でも待ってくれてると、作りたい気持ちはいっぱいあるんで、ほんと、毎日編集してますよ。頑張って。やっぱだからね、辛いですよ、実際。けども、ほら、やっぱり、みんなが応援してくれるから、僕、やっていけるんで、よかったら応援の方ね、よろしくお願いします。皆さん、勉強頑張ってくださいね。やっぱり、勉強頑張ってるといいことばっかりあるんで、頑張りましょう、僕と一緒に。はい。今日も、これからまたこの動画編集します。みんな、これからも、よろしく。というわけで、じゃあな。